名前か。なあ、なあ、それって、おう、なあ、おう、なるほど。なんだって？
なあ。マジで？ああ。ヤガミ。ああ、ナッス、邪魔しますよ。御木本、お前、まさか練習をしにって感じでもねえな。あんのようだ。仕事ですよ、仕事。仕事だ。やってんな。押し切りはいないみたいっすね。鬼岳先輩。なんだ。金返してもらいに来たっす。あんたカムロローンで10万借りてたっしょ。なんだと。なんでてめえが取り立てに。俺今そこで働いてるんすけど、回収頼まれちゃって。てめえ、わざわざジムに借金取りに来やがったのかよ。だって鬼岳先輩捕まらないんですもん。ここならいると思いましてね。待ってくれ、今持ち合わせがねえ。そう言われてもな、俺が社長にどやされるんですよ。利息分だけでいいんで、もらえます？待てっつってんだろうが。舐めたこと抜かしてっとぶっ殺すぞ俺。困ったな。でも鬼岳先輩には世話になったからな。あ、そうだ、なんなら先輩、俺とスパーします？それで俺に勝ったら今回の利息分立て替えときますよ。んだと？ただし先輩が負けたら、そうだな、5万もらえます？交換条件ってことで。5万だ？余裕っしょ、鬼だけ先輩なら。いいぜ、てめえの曲がった根性叩きのめしてやるよ。お手柔らかにお願いしますよ。それじゃ稽古つけてくださいよ先輩。なめた態度取りやがって、ぶっ殺してやるよ。御木本、手加減はしねえぜ。そうですか。それじゃこっちはハンディつけますよ。ああ、舐めやがって！TKO！ でしょ？会長、どうすか？俺の腕、なまってないっしょ。
まぐれあたりで威張ってんじゃねえよ。まぐれ会長、この数ヶ月俺だってただ遊んでただけじゃねえんすよ。実戦たっぷりと積んできたんですって。三木本、バカな真似だけはすんじゃねえぞ。まあジムには迷惑かけませんよ多分ね。先輩、失せろ。はい、すまん。名前か。よしよし。
だったね。そんなもんか。やってやんよ。たく、いい加減にしろよ。千代田。ああ。おい、なあ、おい、そうか。てめえ。
ああ、だせえな。おい、敷島、これが証拠だ。ん？あ？なあ。なるほど。八神さん。敷島。いや、だが、え？ジョーだ。
つまり四季島。だせえな。悪かったっす。
そういえば。もしもし。もしもし。
はどの曲にしましょう。衣装を選んでください。振り付けはどうしますか。やるか。
あの、それは…どの曲にしましょう。衣装、振り付けはどうしますか。衣装を選んで、今日はどの曲にしましょう。行こうか。あの、
今日はどの曲イシクリッテはどうしますか。衣装を選んでください。振り付けはどうしますか。衣装を選んでください。今日はどの曲にしましょう。よし、やるか。え？さあ！え？
すっごいな。ふん。どの曲にしようかな。衣装はどれに。よしよし、いいね、これもいいな、これも。振り付けはどうするかな。どの曲にしようかな。さあ、行こうか。みんな。
さやか。みんな、セガちゃん、まだわからないのか。なんだこれは。勝手なことをするなと言ったろ。違う、これは。どうしたんだ。わかんない。車崎がまた予定と違うことしてたみたい。スケジュールがやばいことはわかってるだろ。それなのにまた変形だの合体だのアニメかぶれなことを。違う、アニメかぶれじゃない。これはそういうのは部活じゃなく勝手に趣味でやってくれ。頼むからスケジュール通り決められたことをやってくれよ。まったく、こっちは全て考えてプランを組んでるんだ。僕にだって考えはあるんだ。
なんだって？僕にだって考えがあるんだ。車崎。車崎が切れた。なあ。あ。車崎が辞める？マジっすか？こんな大事な時に。ああ、部長がピュアな車崎を叱るから。高森、お前設計はできたな？まあ一応で、車崎は辞めると言ってるんだ。仕方あるまい。今いるメンバーで何とかする。おいおい、説得しないんですか？八神さんの説得でも聞かなかったんだ。だったらもう戦略を切り替えるべきだ。あんた本気？それが最適解だ。さあみんな、気持ちを切り替えて続けよう。いない奴のことを考えても仕方がない。なんかあんた見てるとイラつくわ。おい、どこに行くつもりだ？帰る。ちょっと待て。お前も抜ける気か？それは困る。さくらはまだまだ未熟だ。話にならない。お前がいなければ決勝では勝てないんだぞ。起きてが、あんた糸倉。俺も1抜けた。高森、車崎に糸倉も抜けたんじゃもうダメだ。泥船だろ。一緒に沈没するのはごめんなんでね。
八神さん。天沢。ええ、それって…実は…え？はい。まさか。ですが、待てよ。察するに。でも、ああ、お願いします。糸倉。あ、あ、ああ、ええ、なあ、ああ、糸倉。え？なあ、言っとくけど、天沢。
はい。ところで、いえ、え、なあ、それって、はい、ですが、つまり、それって、ええ、え？なるほど。実は、は？
はい。マジかよ。わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なあ、わかった。それって。
へえ。なるほど。はあ、
ンション上げていくぜ。思いっきり行くぜ。テンション上げていくぜ。
ああ。ところで、
ばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。お疲れ様です、八神氏。高校の様子はどうでしたか？理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。うん、そりゃそうだよね。昨日先生の部屋から持ち出した卒アルだけど、つくも君に渡してあるよ。八神さんも後で中見てみたら。俺には今も昨夜見たもんが信じらんねえよ。沢先生の仇絶対に取るぞ。だろ、タボ。それって…なるほど。八神氏。いや。なんと。
八神氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、八神氏。ああ、始めよう。沢先生は昨日、職員会議中、自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され、帰宅しています。その後の状況から察するに、電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。そして沢先生は RK の連中に囚われてしまったのです。だが RK の目的は沢先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だったよな。ああ、阿久津も相馬もそう言ってた。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。あの二人はどうつながってんだ。それもそうだけど、そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの。カムロ町の半グレが偉人町の便利屋をさ。ああ、わからないことだらけだよな。だから俺らが最初にやるべきなのはRK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。そもそもあいつは桑名じゃなくて喜多方ってのが本名らしい。 RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ。結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよ。ちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません。一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。あいつが便利屋をやってた事務所の場所は。桑名さんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたい。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。そうだ、海藤さん、さっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。おお、でついさっき分かったんだがよ、どうも桑名のヤサは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。仕事の依頼料が高え割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、うん、まずはそこに行こう。そう来なくっちゃな。つくも、話の続きは後だ。なかなか腰が落ち着きませんな、八神氏は。おっと、お、行くか。八神氏、複雑な状況になってはいますが、おそらく全ての鍵を握っているのは桑名さんでしょう。僕も彼の情報をできるだけ集めておきます。僕はここで留守番してるよ。またつくもくんが誰かに指折られたりしたら大変だし、桑名さんの方は一旦八神さんたちにお任せってことで。
ったく、時間食っちゃったよ。行くぞ。いらっしゃいませ。ありがとう。加減にしろよ。出発するか。誰だ。待て。しっしっ。はっ。しっ。しっとり。どうしたオラ。時間食っちゃったよ。桑名のねぐらって。ああ、そうらしい。なるほど、モグリの便利屋って感じの家だ。あ、なんだよ、どうした。ドアが壊されてる。バールか何かでこじ開けられたんだ。なるほど、誰かが一足先に来たんだとしたら RK の連中だろうぜ。今桑名を追ってるのは奴らと俺らだけだ。完全に先を越されたな。仕方ねえ、 RK も頭数だけは揃ってんだ。人海戦術で来られりゃ競り負けることだってある。桑名は多分夕べからここに戻ってないんだと思う。
自分が追われていると気づいてどっかに逃げたはずだ。下手するともう偉人町からも出てったかもしれない。じゃあ俺らはここで何をすりゃいい？あいつの本名は北方ってことだった。だとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか、正体が知りたい。そこから沢先生との接点が見えてくるかも。要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。俺が言いたかったのはまさにそれだよ、カイトさん。これはカップラーメンの食い残し、少しは片付けろっての。実はこの部屋荒らされる前から散らかってたんじゃねえの？ん？タバコだ。これ桑名なのかな。どうだろうな。あいつが吸ってたのは確か電子タバコだ。まあでも気分によって火のタバコも吸ってたんじゃねえか。確かに両方吸い分けてる人はいるね。残し飲み残しが目につく割にこの灰皿は随分綺麗じゃない。そうか。あ、怪しいな。なんだ灰皿、確かに綺麗かもしんねえが、それがなんだ。たまたま洗いたてだったんだろ。洗いたてっていうかしばらく使ってない感じだ。ほら埃が溜まってるよ。で、それが桑名の正体を知る手がかりになるのか？なるかもしれないし、ならないかもしれない。てってタボ、桑名を追いかけるにはまだ材料が足りねえ。このまま手ぶらで帰っていいのか？めぼしいとこは調べたつもりなんだけど。一度調べたとこでも見え方が変わることだってある。ここを出ちまったら桑名を探す手がかりは他のどこにあんだ？置いてある。ここにノート PC が置いてあったんだ。でそいつを RK のやつらが持ち去った。 PC の中には山ほどお宝情報が詰まってたろうな。じゃあもうめぼしいのは全部 RK に持ち出されちゃってるか。まあそうくさんな。
フアナは裏社会に顔が利くとか言ってたがよ、実態はこの手の仕事がメインだったのかもな。雑用全般何でもやる。不用品回収にペットの散歩、配管修理、うちと似たようなもんだね。便利屋名乗るか探偵名乗るかの違いだけでさ。なんだ、これは。どこだ。このタバコ改めて見ると気になるな。普段桑名は電子タバコを吸ってるし、部屋の灰皿はあまり使った形跡がない。つまりどういうことだよ。このタバコ多分桑名は吸ってないんじゃないか。吸わねえもんがなんでここにあるんだよ。だろ、だからもっと詳しく調べるんだ。怪しいな。ん？あれ、このライター。なんだよ。お？ USB メモリーだ。そいつをライターに偽装してた。おお、こいつは当たりじゃねえか。わざわざこんな風に隠してたってことは、桑名にとってよほど大事なもんだぜ。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。よし、そうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ。すっかり暗くなっちまったな。あ、なんだよタバは。お出迎えが来てる。あ、もしかして RK か。なあ、桑名を追いかけてんのは RK か俺らくらいなんだろ。そう、またアクスがいねえ。チッ、こいつ下っ端でさ。よかったじゃん。もし相馬がここにいたら、俺は自分を止められる自信がないよ。ああ、俺もだ。お前らの中に話のできる奴はいるか。相馬と阿久津はどこにいる。俺から死ぬ奴と話すことなんてねえよ。そっか、そっちがそのつもりなら俺らも遠慮なくやれるな。死ね俺、どれ。
しておらん。また阿久津はどこにいる？あいつらと話をさせろ。こっちからは連絡が取れねえんだ。あの人たちとの連絡はいつも向こうからの一方通行だよ。そんなこったろうと思ったぜ。RK の大半はただの駒でしかねえ。ああ。でももっと言えば、多分相馬も現場の駒で。誰か黒幕がついてるんだと思う。半グレは金にならない仕事なんてしない。なのにわざわざアウェイの異人町で殺しまでやってんだ。そっか。つまりでかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことか。ああ。そうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がない。じゃあその RK の黒幕ってのは？そいつが誰かは分からないけど、何がしたいかは分かる。なんだよ。クワナを捕まえることだよ。 RK はそれに従ってんだ。そして沢先生はその巻き添えになったんだと思う。そうかい。なるほど。くそ、絶対その黒幕を引きずり出してやる。ああ、俺らが桑名を追いかければいつか勝ち合うはずだ。で、今その手がかりになるのがこいつなのかも。じゃあ早いとこつくもんとこに戻るのが良さそうだな。何なんです？あんたら桑名さんの知り合い？ええ、まあ。そこの倒れてるのは？ただの酔っ払いですよ。目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずです。なるほど。そりゃいいや。あの、失礼ですが桑名をご存知ですよね？そうね、10年以上隣に住んでるから。桑名さんは便利屋さんだし、うちで何か手が足りない時は手伝ってくれてたよ。お代はうちの日替わり定食でね。実は昨日から桑名と連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。東園の親戚とか言ってたかな。昔屋さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだ。そのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の桃園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それなら清廉って店で、中華街の方だ。2、3回俺も飲みに行ったよ。マスター、昔は屋さんでも、今は丸くなっていいおじさんだからね。なら、俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。
お話どうも。お騒がせしました。いや、別に言って。桑名さんがこの町に来たのはもう10年以上前だよ。その時、セイレンのマスターが町の門に顔をつないでくれてね。店は中華街の方にある。行くぞ、カボ。しばらく寝とけっての。お、行くか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よし。調子に乗るんじゃねえ。たく、いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。
いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございました。ありがとう。だが時間食っちゃったよ。ありがとうございます。しばらく寝とけっての。青年、ここだな。タボ、桑名の桃園ってのがマスターをしてるはずだ。すいません、お邪魔します。またもぬけの殻か。なんか店ん中荒れてるね。家探しされたってほどじゃないけど。ああ、
慌てて夜逃げした後みてえだ。じゃあここのマスターももうどっかに逃げただとしたら勘がいいな。そのうち RK の奴らも桑名を探してここに来るはずだ。お、行くか。ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、ああ、はい、セイレーンですが。相馬、よく避けたな。でも残念、アイスピックは女用なんだ。カイトさん、RK が何のイニシャルか言ったっけ。カイトさん、くっそー、レッドナイフ。この野郎、そま、ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんまと逃げられた。なんで沢先生を殺した。まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生は。なんだと。お前らもそう、もう捨てておけないとこまで来ちゃった。こないだヘマしたな、俺を殺し損ねた。反省してるよ。阿久津に任せた俺のしくじりだ。そしてお前はここまでだ。そうか、カイトさえいなきゃお前一人わけないよ。ハッ！
んなもんか。怪盗より先にお前を刺しとくべきだったかも。くそ、綺麗に脳が揺れたからな。足に来てるだろ。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。そういえば沢先生の時は一瞬だったな。なんだと。こんな時に無粋だよな。人の店で何をしてる？あんた、ここのマスター？ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうだな。なら70過ぎのじじいはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。さもないと殺に通報する。あんたがなんで八神と話したがる？グズグズするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。相棒の彼はこれで大丈夫だろう。俺は今あんたを遠くから見てる。探さなくていい。今そこで会うつもりはないんだ。サバイバーというカラオケスナックがあるんだが知ってるか？この町では一番安全な店だ。川沿いのスナック街だ。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も断つ。ずいぶんせかすんですね。10分のカウントダウンはもう始まっている。スナック街のサバイバーですね。そうだ。すぐに向かいますよ。ではまた後ほど。待たせたな。出してくれ。カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名。星稜高校の英語教師
沢陽子との接点を見つけるべく、八神は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは、桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も断つ。しばらく寝とけっての。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございます。
八神さん、よく来てくれた。セイレーンのマスターですか？ああ、カウンターで話そう。来てくれ。町の探偵さんなんだってな。ええ、そちらは桑名の遠縁だって聞いてます。失礼ですが、お名前は？あんたと会うのはこれっきりだ。名乗るつもりはない。ただ桑名君から見ると俺は義理の叔父にあたる。誰にだって親戚の中に一人はいる半端者。それが俺だ。元ヤクザだからな。横浜でですか？ああ、青龍会って組だ。組を抜けてから今日まで20年、町で店をやってた。それがさっきのセイレーンですね。あなたが偉人町出てったら、あの店はどうするんです？ふん、そいつは余計なお世話だ。失礼しました。あんたは探偵だ。人に物を聞くのが仕事なんだろうよ。さっき親戚と言ってましたけど、桑名というのは偽名だったと聞いてます。ほう、そこまで調べてたか。あいつの本名は北方でした。神室町から桑名を追ってきた半グレたちがそう呼んでいたんです。私にその答え合わせをしろというのか？そんなつもりで来たわけじゃない。じゃあどういうつもりで俺をここに呼んだんです？ああ、実はさっき桑名君に頼まれて彼の事務所に行ってきた。あるものを回収してきてほしいということでな。あるもの？まだ全部吸い終わってないタバコだ。中にライターが入ってる。だがそれは誰かに持ち出された跡だった。それってただのライターじゃないですよね。実際はライターに見せかけた USB メモリでした。やはりあんたが持ってたんだな。こいつを回収するよう桑名から頼まれたんですね。桑名君としては他人に見られたくないデータが入っている。俺に渡してほしい。中に入ってるデータって何です？教えたらここで渡してくれるか？いえ、中を確かめてみないことには。桑名君は追い詰められている。だからこの老いぼれをここによこすしかなかった。俺にできるのはあんたの恩情にすがってそのライターを渡すよう頼むことだけだ。もう力ずくでは奪い取れん。正直乱暴に来られるよりそう言われる方が揺らぎますけど、どうしてもこれを渡せと言うならせめて桑名に会わせてください。あいにくだな。彼はもうこの町を出て行ったよ。何かあればすぐ身一つで逃げ出せるように備えていた。じゃあこれはお渡しできません。彼を追ってきた半グレの巻き添えである学校の先生が犠牲になった。名前は沢陽子さん。まだ若い熱心な女性でした。もともと俺が調べてたのはその学校の教育実習生が殺されたって事件です。その線をたどって沢先生に話を聞こうとした時、彼女のマンションでなぜか桑名と出くわした。あなたは沢先生をご存知でしたか？さあ、あなたにもわからないんですか？
たむろ町の半グレがなんで桑名を追うために沢先生のところへ押しかけたのか、そして桑名と沢先生をつなぐ接点が何なのか。わからんね。だとしたら今俺の持ってる手がかりはこのデータだけなんです。桑名にとってこいつが大事なら代理じゃなく本人が俺に会いに来るべきでした。そうせめてやらんでくれ。彼に裏社会で生き延びる技を教えてやったの俺だ。桑名も以前はヤクザだったということですか。いや、元は真っ当な堅気だった。だがある事件があって日の当たる世界では生きられない人間になったんだよ。それでセイレーンにいた俺を頼って偉人町にやってきた。便利屋家業を進めたのは俺だが、あの子はとても前向きに裏社会に染まっていった。前向きにですか。皮肉で言ってるんじゃない。裏社会を学ぶことに強い目的意識を持っていた。目的意識？何の目的です？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。これ以上俺にあんたと話すメリットはない。あなたをこのまま行かせてしまっていいものか悩みます。腕ずくでこの年寄りを捕まえておくか。やめた方がいいな。この店でそんな真似は許されん。ここが偉人町で一番安全な店でしたっけ。ああこの町で最後に話せたのがあんたでよかった。いらっしゃいませ。ありがとうございます。なあ、うん、何？なあ。
Yeah!
そんなもんか。
Okay.
おや、あなたが最近噂の八神さんか。随分と楽しそうにスパーするんだね。あんたは？俺は元事務生の佐久間千鶴。今はオーストラリアを拠点に活動してる。オーストラリアで？ああ、久々にこっちに帰省してたら健也君に喧嘩売った面白い新人がいるって聞いて見に来たんだ。リングネームランサー千鶴、東洋太平洋クルーザー級12位。向こうじゃ随分と活躍してるそうじゃねえか。東洋太平洋のランカーなのか。すごいな。ランカーって言ってもベルトにはまだまだ届かない。俺の身長だとクルーザー級は減量が大変だね。ヘビー級に移らねえのか。あそこは重量無制限だからね。ちょっと厳しいな。階級上げてもパンチ力は持っていけないっていうかな。佐久間、貴様何しに来やがった。この裏切り者が二度とうちの敷居をまたぐなと言ったはずだ。裏切り者ですって。相変わらず古臭いこと言ってますね。そんなんじゃまたジムの子が愛想つかして出てっちゃいますよ。だと？佐久間って言ったよな。あんた強いんだよな。俺とスパーしないか。え？あなたと？でも階級が全然違うよね。あなたはせいぜいスーパーウェルター級かミドル級ってとこでしょう。でも俺はクルーザー級だ。体重の軽い男は重い男に勝てないってな、ボクシングの常識。下手したら死んじゃうよ。心配は無用だ。路上じゃあんたみたいにでかいやつともやり合ってきたからな。それもグローブもなし、凶器も金敵も何でもありの喧嘩でだ。ボクシングなめてると思うけどね。佐久間、八神はまた押し切りとやり合うつもりらしいぜ。また？健也君と？ボコボコにやられたって聞いたけど。それでもやりてえらしい。まったく根性のある野郎だぜ。へえ、それは感心だ。ふーん、いいよ。そういうことなら俺が相手してあげるよ。八神、この裏切り者とやり合うつもりなら俺に声をかけな。セコンドくらいやってやるからよ。
名前か。よしよし。すみません。八神さん、
さくら。はい。なんだ。何？さくら。はい。八神さん。ああ。
起きてがどうだ、ロボット動いたか。ダメです。そうか、決勝戦の準備の方は。やはり決定的に戦力不足です。設計も工作もいない、それにプログラマーも。ひとくら先輩。いたいた、沖手川君、話があったの。アクタ先生、何です？ロボ部、しばらく活動休止してもらうから。は、どういうことです？私、調べたのよ。あなたが地元の商店街にスポンサーしてもらってるって話。あれ、嘘だったんだね。とっくにスポンサー料は打ち切られてるそうじゃない。だったら、ロボ部の資金源って何なの？高校生がバイトで稼げる額じゃないよね。100万以上でしょ？それは…あのさ、これ、見てくれる？写真？ギュッターで見つけたんだ。今、偉人町で話題のひったくりロボット。警察の話では、裏に半グレがいるんじゃないかって話。神経品？同盟？なんかそんな名前の半グレが裏ルートで盗品を売りさばいてるんだってさ。は？で、こっからが本題。このロボットのボルト、見覚えない？このボルト、これうちが町工場からまとめて買い上げた特注のネジじゃない？何が言いたいんです？沖手川君、そのキャビネットに入ってる設計図、あなたが横流ししてたんじゃない？半グレに。な、何をバカなこと。アクタ先生、そりゃいくらなんでも。警察には言わない。私としても騒ぎにしたくないから。でもロボ部の活動をこれ以上認めるわけにはいかない。そんな。他の部員たちもなんか退部届出してきたし、ちょうどいいんじゃない？退部届を、あいつらが。君に付き合いきれないって話だったよ。だから君たちも退部届出してくれるかな。ロボ部はそれで解散ってことにしましょう。もうそれでお咎めなし。私もこの件は忘れるから。あ、ロボ部が解散。ここまで来たのにまた。ねえ沖手川君、大会で優勝したいって気持ちはわかる。でもダメなものはダメ。ましてや半グレなんて。あなたはまだ若い、将来があるんだから。今回のことよく反省して真面目に生きなさい。いい？これは教育的措置なの。警察には言わないんだから感謝してほしいくらいよ。責任問題になるからでしょ。は？分かった風な口を。大人になればきっとわかる、今日のありがたさがね。部長。なんで、みんな頑張っていたのに、なんでこんなことに。さくら君、悪いんだけど、沖手川と二人きりにしてくれる？はい。沖手川。
起きてが。なあ、信じるよ。なあ、ああ。だが。ああ。八神さん、話って。あ、起き手川が君に話があるそうだ。車崎、すまん。車崎、頼む、お前の考えを聞かせてくれないか。僕の考え教えてやってくれないか。あの起き手川が頭まで下げるんだな。車崎、
お前が考えがあると言ったのは何のことなんだ。それはお前が描いていたかっこいいロボットのデザイン、あれと関係あるのか。うん、あのかっこいいデザインには意味があるのか、聞かせてくれるか。うまく説明できるかわからないけど。安心しろ、俺は理解力がある。それに理解するよう努力する。それじゃあ部長、東都理科大が取ってくる作戦は二通り考えられるって言ったよね。ああ、一つは徹底防御作戦。こちらの攻撃に対し徹底的に防御を固め、マイペースにピースを並べる作戦だ。もう一つは効果力殲滅作戦。圧倒的な火力で最初にこちらの機動力を奪い無力化した後、脅威の消えたフィールドで悠々とピースを並べていく作戦だ。どちらの作戦で来るか試合前日まで絞り込めないんだよね。ああ、だから2つの機体の同時並行開発を進めてきたんだ。攻撃も防御も捨てスピードに特化した機体と防御を徹底的に固めた機体の2つだ。でも基盤の納品が間に合いそうにないって言ってた。その通りだ。だから結局俺の計画は崩壊しかけていたんだ。僕が作ってたかっこいいロボットは2つで1つなんだ。だから基盤は1つでいいんだ。2つで1つ、うん、ただかっこいいだけじゃない、意味があるからかっこいいんだ。どういうことだ。変形するんだよ、モードが変わるんだ。だから2つで1つなんだ。そうか、そういうことか。徹底防御戦略のモードから機動性重視のモードにチェンジするということだな。相手の作戦に応じて機体が変形すると。だから基盤は1つでいい。うん、そんなことが可能なのか。小回りの利くコンパクトな機体の上に取り外せる分厚い鎧をつけておけばいいんじゃない。そうか、パージか、脱ぎ捨てるんだな鎧を。うん、なぜ気づかなかったんだ、そんな最適解があったなんて。俺はバカだ。分厚い鎧で防御を固めた機体を作り途中で脱ぎ捨てるってわけか。だがルールには違反しないのか。おそらく問題はないはずです。大会規則には事細かにルールが記載されています。ですが変形をしてはいけないとは記載されていない。車崎の作戦はルールの穴をついているんです。ロボットコンテストではそういったルールの穴をついたアイデアはむしろ歓迎される風潮すらあります。機体が変形するならば基盤も一つで済む、スケジュールも収まる。これはとんでもない最適解だぞ車崎。車崎、やはりお前はロボ部になくてはならない人材だ。戻ってきてほしい。この通り頼む。これからはお前の考えにも耳を傾けるから。わかった、僕も変形はやってみたかったから。車崎、ありがとう。八神さん、ああ。